皆さんこんばんは。さあ、今日も、ぷよぷよやっていきましょう。ぷよぷよの何をするかですが、今日は、一人でぷよぷよします。優しいぷよぷよも、普通のぷよぷよもいいのですが、おにぎり穴でもやりましょうかね。改めまして、皆さんこんばんは。もはや、自分がどんな動画を目指してるのか、わからなくなってきました。さて、ズドンが2体いますけど、こいつは常にドン速なので、うまく立ち回れば、攻撃を食らうこともなく、アイテムを回収し、部屋を出ることができます。うん、いい感じです。さようなら。忘れないうちに、道具感知しときます。アイテム1個しかないやんけ、少な。で、今拾った、魔物の壺は、持ってるのも怖いので、置いていきます。で、飛びつきのゼロも、いらないので置いていきます。は？危ない、危険、見えなかった。特殊攻撃使われなくてよかったです。こいつは、試練をおにぎり状態にしたり、道具をおにぎりにしたりと、そんな敵です。で、今あるアイテムだと、身代わりにするのがいいと思うのですが、間違って、神罰割を使いそうになってます。たまーにですけど、神罰割とか、ぬぐすり層あたりは、間違えそうになります。まあ、本来間違えさせるための、長いものアイテムですからね。で、またズドンがいますけど、こんなん、余裕で回避できま。できませんでした。すみません。スイスイカッコつけて進んだ結果がこれだよ。恥ずかしい。握りも閉じ目だけは、ガチったらダメです。本当に。うむ、いい感じに誰もいませんね。ふう、また元締めか。大体なんでそんな色してんねん。何食ったら、そんな色になんねん。元締め、まだおるやん。たまに、階段降りた先に、お前ついてきたやろ、みたいな敵いませんか？ダーツの矢とか、いりません、って言ってる場合ではなく、ズドンの倍速がいます。こんな敵、倍速にしたらあかんで、危険です。まあ、いくら倍速でも、階段降りたらついてこれないでしょう。さよなら。ちょ、ちらっと見えてますけど、お前絶対、さっきのズドンやろ、ついてくんなし。まあ、ここは神罰割ですかね。うん、いい感じに色々消せました。そして、道具感知します。なんだって、店があるじゃないですか。ちょうど店主に会いたいって、思ってたとこなんです。別に、悪いことは考えてませんよ。ただ単に店主に会いたい、その思いだけです。店主に会って、普通に品物を見せてもらって、アイテムを床に置いたら店主が金くれて、その後、瞬きを2、3回する間に、店主がいなくなってるんですよね。それで、仕方ないから、お店を出たら、泥棒扱いです。冤罪ですマジで。いらっしゃいませ。店主、会いたかった。一緒に、
ぷよぷよやろうぜ。いいよ、やろう。やったー。私、6連鎖くらいしかできないけど、天守はどれくらいできるの？13連鎖くらいかな。なんだと、お前とは、ぷよぷよ、やらんわ、クソが。なんでやねん。クソー、ぷよぷよみたいな顔しやがって、天守、許さん、後で、15連鎖で、倒してやる。意味がわからん。まあ、天守のぷよぷよのうまさは置いといて、もう、88回ってのもあって、この店が、おにぎり穴最後のお店かもしれないんですよね。なので、ここは精一杯、泥棒しようかと思います。今なんて言いました？ああ、店主、聞こえてた？ただの独り言やから、店主は気にせんと、泥棒されたらいいよ。お願いです。やめてください。私には、妻と子供がいます。お腹を空かせて待っているんです。店の売り上げを持って帰らないと。なんか聞こえたような気がしますけど、とにかく、準備です。いい泥棒をするためには、準備が一番大事です。ということで、ここからちょっとの間、うろうろしたり、壁掘ったりします。この実況中に、どうしてもやりたいことがありまして、そのために時間をかけて、準備をしたいと思います。おにぎり穴でも何回か泥棒しましたけど、なんていうか、安全第一みたいな泥棒ばっかりで、正直物足りなかったんですよね。一応、すべての泥棒は成功してますけど、ただの泥棒に、飽きてしまいました。というか、トンネルの杖が、回数やばいですね。今回も泥棒するために、トンネルの杖をどんどん使いますけど、アイテムを惜しまず、全力でやらないと、店主に失礼だと思うんですよね。準備が終わるまで、少し時間がありますので、いただいてたコメントの返事をさせてもらいます。原始の時より、すごく上手くなってる気がするけど、割とやり込みました？というコメをいただきました。とても嬉しいコメントなのですが、多分ですけど、あなたの錯覚な気がするんですよね。試練5、ちょくちょくはやってましたけど、やり込んだりしてませんしね。なぜそう思われたのか考えたのですが、原始に続く穴の時は、装備もアイテムも、かなり充実してたので、怖いものなしプレイだった気がします。敵ともガンガンが散れましたしね。それに比べ、今回のおにぎり穴は、装備は結構充実してますけど、基本的に、逃げダンジョンですし、ただ殴るだけとかじゃなく、立ち回りを考えないといけないんですよね。そういうプレイスタイルが、上手くなったように見えるのかもしれませんね。で、もし本当に私が上達してたとしても、やり込んだ成果とかではなく、多分、他の上手い人の実況動画を見たりしてるからですかね。やっぱり、勉強になることが、多いんですよね。でもまあ、原始に続く穴の時も、今回の実況も、ぐっそしょうもないミスがいっぱいありますし、やっぱり、上手くなってないですよ、多分。私、試練2と、アスカ剣山、試練4、試練5の実況とかを見るのが結構好きで、いろんな方のを見させてもらってます。寝る時に、布団の横に iPad 置いて、試練の実況とかを見ながら、気がついたら寝てる、そんな毎日です。ニコ動とか見る人にとっては、iPad とか、タブレット系の便利さ、やばいですよね。布団に入って動画見たい時とかに、パソコンのモニターを見るのはしんどいですし、スマホだと、手で持ったりするのが疲れたり、画面が小さかったり、って感じですけど、タブレットだと、スタンドに置いとけば、自由な角度に調整できるし、画面が見える場所に寝転ぶのではなく、寝転んだ位置に、画面の向きを合わせれますしね。この違いは、でかいです。iPad 買った時は、そんな用途で使うつもりもなく、なんとなく買っただけだったんですけど、今ではもう、毎晩お世話になってます。で、お腹が空いてます。ここで、桃に水をかけて、熟してくれば、満点だったんですけど、残念ながら、ここ撮影してる時も、水かけたらいいことに、まだ気がついてないんですよね。お見苦しくて申し訳ないです。
ので、準備も大体終わって、店に到着しました。最後にここをトンネルで掘ったら終わりなのですが、なんとまあ、トンネルの杖が、ゼロになりました。この先バネを踏んだりして部屋が崩れたりしたら、場合によっては、罪です。まあ、そうなったら、そうなったで、別にいいですけどね。この泥棒に、すべてをかけたかったのです。今は、天使からお金をもらう作業をしてるところです。いつも、ありがとうね。さて、終わりました。アイテムは、こんな感じです。で、いつものお決まりですが、店主にいろいろぶつけます。なんでそんなに、ぷよぷようまいねん。飛行の種を2個投げて、さらにゾワゾワ状態にしたので、ここで1つ、毒消し草を食べます。うまい。でまあ、泥棒の邪魔なので、店主には、さよならします。ふう、やっぱり天使と遊んだ後は、すっきりしますね。で、今回の泥棒の準備の仕方が、いつもと違って変だと思った人も、いると思うんですよね。普通に泥棒するだけなら、もっと簡単な方法があるのですが、なぜこんな変な方法してるかというと、私、どうしてもやりたいことがありまして、それのために、おにぎり穴の実況を続けてきたと言っても、過言ではないです。で、ここを一歩でも出たら泥棒なんですけど、ちょっとそこのおにぎりが欲しいので、歩いて取りに行きますか。というわけで、始まりましたね。まず最初の目的は、右下の部屋に行くことです。ここはまあ、神罰割りの杖で。ダメでした。全然、ダメでした。くそー、そこの部屋に行きたいんですけど、店主、多すぎやろ。ここは無敵そうですかね。で、この先どうするかですが、どうしましょう。ちょっと、殴ってみましょう。あかん、これは、キリがないやつですね。仕方がないので、場所外連発で、天守の中を、くぐらせてもらいます。目的の部屋に到着しました。うおー、天守、いっぱい来るなー。危険すぎです。で、遊んでたら天守に囲まれて困りました。なので、困った時の巻物を読みます。すると、なんということでしょう。私を囲んでる天守が、金縛りになりました。で、口くれで蓋したら、天守ホイホイパート2の完成です。ほっとけば、天守が山盛り集まります。天守ホイホイ、パート1の時はカットしたのですが、せっかくですので、集まるまでノーカットでいきますか。キモいです。主に、右側の黄色いやつの動きがキモいです。おお、お腹が空いてきました。でも、腹減ってる場合じゃないですよね、これ。ふう、色とりどりの天守がいて、とても癒されます。皆さんも、人生一度は、天守に囲まれてみたいと、思ったことはありませんか？無敵そうと困った時の巻物があれば、簡単にここまで持っていけます。皆さんも、やりましょう。あかん、遊んでたら、お腹が空いてきましたね。そこで、先ほど拾った、巨大なおにぎりを食べます。天守に囲まれて食べるおにぎりは、
通のおにぎりより美味しいです。それでですね、皆さん、この色とりどりの天使たちを見て、何か思い出しませんか？これは、完全一致じゃないですか？で、ぷよぷよの場合だと、左の緑ぷよが4匹繋がってて消えるんですが、残念ながら、天守は4匹繋がっても消えません。風来の試練に、そんなルールはありませんでした。天守は、4匹繋がっても、消えない、ならば、別の方法で消せばいいじゃないですか。なんですか？このかつてない爽快感は、癖になりますよこれ。原始に続く穴の時の天使ホイホイより、こっちの方が爽快すぎです。やばい。私が、おにぎり穴実況をするって決めた時、まず最初に思いついたのが、これでした。どんだけ天使好きやねん。ふう、すっきりしたところで、気を取り直して、89回です。何これ、天守の呪いですか？天守をぷよぷよに見立てて遊ぶのは、罰が当たることなんですかね？初耳です。今後は、気をつけません。ざっと敵を見渡しましたけど、これといって面倒くさそうな敵はいませんね。おにぎり穴は、アビスドラゴンが出ませんからね。あいつがいると、大部屋モンハウがきつくなります。で、この先どうするかですが、皆さんも適当に、考えてみてください。ここで、壁際に移動する意味があったかどうかは知りませんが、とりあえず、ここは聖域の巻物ですかね。今のところ、聖域の巻物で防げる敵しかいないので、これは、楽勝な気がします。そういえば、モンハウの BGM で思い出しましたけど、試練4って、DS 版と PSP の4プラスで、ちょっと BGM が違うんですよね。使ってる音楽は一緒だけど、プラスの方が、音源が太いイメージです。なのでおそらく、試練5プラスも、試練4プラスと、同じタイプの BGM になる気がします。今、4プラスの BGM も流しますので、ちょっと、聞き比べてみてください。私、このモンハウの BGM、結構好きなんですよね。ね、なんというか、音が、太い。これはこれで好きなんですけど、DS 版をメインでやってたので、ちょっと違和感を感じてしまうんですよね。しばらくプレイしてたら、すぐ慣れると思いますけど。そろそろ、プラスの BGM を、終わらせます。これは、細かいことなのかもしれませんが、
私は結構気にしてしまうんですよね。ゲームの BGM って、ものすごく重要な部分だと思います。私だけかな？でも、決して劣化してるわけではなく、プラスの BGM、とてもリアルな音源になってると思いますので、慣れてしまえば、プラスの BGM の方が、いいと思うんですよね。まあ BGM の話は置いといて、今、トンネルの杖を拾いました。先ほど喋ってる間にも一本拾ったので、助かりました。前のフロアで全て使い切るという、暴挙に出てしまったので、拾えてよかったです。ですが前のフロアでの出来事に関しては、後悔は、全くしてません。だいたい、私が何のために、おにぎり穴の実況を始めたかっていうと、店主の全消しをするためですからね。冗談抜きでです。目指すところが、人とずれてる気がしますけど、まあ、いいじゃないですか。で、チクレの杖も拾えましたね。助かります。今アイテム回収してますけど、まあまあ時間かかりますので、この時間で、コメントの返事の続きをしたいと思います。一番好きな武器は何ですか？というコメをいただきました。これについては、金食い以外選びようがないですね。攻撃するたびにお金がかかるから、泥棒したくなくても、するしかない、そんな感じになるのが好きです。したくないわけ、ないけどね。続いてのコメントは、店主と家族、どちらが大事ですか？お前、店主やろ、店主が、書き込んでるやろこれ。まあ、家族と店主を比べるなんて失礼な話で、店主も私の家族みたいなもんですよ。いや、違うか。くそー、目薬草拾ったと思ったら、目薬草か、騙された。ふう、コメントの返事は、こんなもんですかね。いろいろと質問、ありがとうございました。まだ質問とかありましたら、適当にコメントしといてください。は？あ、そうか、このフロアから、現生ゲイズが出るんですよね。とりあえず、予防の巻物か、山飛行の壺ですね。モンハウの最初にいなかったから、忘れてたわ。で、この厄介な現生ゲイズですけど、原始に続く穴の時は、88階から、93階までの、6フロアしかいなかったんですよね。なのに、おにぎり穴って、89階から、99階までの、11フロアもいるんですよね。さらにおにぎり穴では、ゲイズの盾が、高級店屋2択屋しか、手に入らないんです。なのでおにぎり穴は、最後の11フロアの現生ゲイズを、どう対処するかって、それがかなり重要だと思うんです。一応対策としては、ゲイズの盾を使う他には、予防の巻物や、普通の桃の祝福で、予防状態になること、あとは、山飛行の壺でも大丈夫です。で、現在私がここまでに用意してきた対策は、主に予防の巻物で、序盤から、チャンスがあれば予防の巻物を祝福してたのは、89階からの、地獄を見越してのことでした。それで、動画の方でも、今からチェックに入りますけど、予防の巻物の祝福が3枚、普通状態の予防の巻物が1枚、山飛行の壺が3回分、というわけで、合計10フロア分のゲイズ対策ができました。山飛行の壺は、全消し店主のフロアで拾ったのですが、あの店主、マジ有能です。店主、ありがとうね。さて、おにぎり穴も、ついに90回です。お、階段部屋ですね。助かります。さっさと階段降りたいですね。って、うん？これ、二択屋ですよね。せっかくですので、行ってみましょうかね。かまいたち、優秀。いらっしゃい。よう、店主やないか、久しぶりやな。さっきは全消しして、ごめんな、
店主には、奥さんや子供がいるのは、わかってるんやけど、その奥さんや子供のためにも、手が滑ったー。ごめん店主、手が滑った挙句に、さらに、手が滑った、ごめん、言ってることが、わけわからんね。まあ、いつものことか。ふう、なぜか知らないけど、やけにすっきりしたので、おにぎり穴の、91回からを、楽しみましょう。うん、ゲンナマゲイズがいますね。と、いうか、階段が微妙に遠いですね。ゲンナマゲイズがいたら、すぐに予防の巻物、これで安全です。で、ゲンナマゲイズは、ゲンナマって名前だけあって、倒すと必ず5000ギタン落とすんですよね。投げると500ダメージのギタンです。なので、ギタン砲で倒したとしても、必ずギタン砲が返ってくる感じなので、そういう倒し方も、いいかもしれません。ですが、間違っても、浜辺の魔道の99階で、階段上にいるゲンナマゲイズにギタンを投げるとか、そんなことは、してはいけません。あの実況を見たときは、マジで笑ってしまった、ネタとして、美味しすぎです。それで、予防の巻物とかが、祝福の壺に入ったままだと、とっさに使えないので、壺を割って、中身を出しときました。で、全消し店主のフロアで、こっそり合成の壺を拾ったので、杖をまとめときましょうかね。で、復活の草は、なんとなく保存の壺に入れときます。そういや、道具感知、装備しとこ。は？まあ、モンハウですけど、階段部屋ではないので、ここはスルーですかね。お店だったら、なんとしてでも行くんですけどね。で、せっかく合成したトンネルの杖を、識別しときます。鑑定士の腕は、マジチートです。うん、トンネル11階もあれば、とりあえずは大丈夫そうですね。またトンネルの杖ですね。これでもう、絶対大丈夫と、言えそうです。むむむ、階段直行したいですが、そこの草が気になりますね。幸い水亀もありますし、紫の人は、距離が遠いですし、まあ、平気ですかね。飛びそうか。というか、今、普通にが散りましたね。危ないです。まあ、そんなこんなで、今回のパートは、ここで終わりです。本当に今回は、やりたいことができました。私と店主二人の夢が、叶いました。ご視聴、ありがとうございました。バイバイ。